ありがとうっていうのって何があってありがとうなんですね。じゃあなぜ何があった時にありがとうかって言ったら、私たちってどうしてもいろんな心を使っちゃうじゃないですか。嫌だなとか苦しいなとか、それって結局自分にとって都合が悪いと嫌なんです。でも自分にとって都合がいいといいなんです。自分の物差しを常に私たちって持ってるんですね。その物差しに当てはまるものは OK、 当てはまらないものはダメなんです。でも人によっては、え、全然あの人怒ってないじゃないの、あなたのために言ってくれてるんじゃないっていうふうに捉える人もいるし、ね、でも逆の人も確かにいて、あ、この人最低な人ね、要は自分の都合に良くないので、まあ、否定感が出てくる。この違いってじゃあなんで出てくるのかって言ったら、心の土壌なんです。需要力なんです。ってなった時に、この心、私たちっていうのは常にまあここの体と心でセットになっている。この心のように自分自身が意識を向けない限り、自分自身がどのぐらいの心の度量なのか、心の需要力があるのかって分かんないんです。要は等身大の今の自分の心模様、要は受け入れられない。何が受け入れられないのか。何が自分にとって不都合なのか。その心の度量が広ければ広いほど需要力があるんです。だけど自分の心の度量が狭ければ狭いほど不平不満だらけになっちゃうってことなんです。そしてまた話をすると、いつ死ぬかわからないんですね。であれば、この心の世界、いっぱいいっぱい需要力のある人たちがたくさんいるような、まあ、天国のようなところに行きたいのか、それとも不平不満だらけの、まあ、言ってしまえば、まあ、地獄っていう方、ちょっと私あんまり好きではないんですけど、わかりやすく例えば説明するためにちょっと今使ってるんですけど、まあ、そういった世界の2つしか極論なかったとして、じゃあ皆様はどちらに行ったら、絶対みんな天国のような、まあ、温かいようなイメージが、まあ、持たれると思うんですけど、そちらの世界に行きたいと思うんですね。そのためには自分が何が来た時こそ自分の心のキャパを広げることができるチャンスってことなんです。逆を言えば、受け入れることができないっていうことが分かったイコール、あ、自分の度量がちっちゃいんだなってことなんです。そのチャンスに自分自身がどれだけチャンスと意識をして、そのことを受け入れられない自分から受け入れられる自分になっていくかと。そのためにはじゃあどうしたらいいかと言ったら、理解することなんですよ。何をって言ったら、その自分自身の心を理解することなんですね。まず例えば皆様が A さん B さんという人を目の前にした時に、 A さんはずっと皆様の話を聞いて、あ、そうなんだそうなんだ、そうなんだ、ずっと聞いてくださる。 B さんは、いや、なんかそれおかしいんじゃない、なんか変じゃないですよ、変じゃない、その考え方おかしいでしょ、なんかってずっと言い続ける。どちらの人に愛を感じるかって言ったら、絶対に100人いたら100人 A さんって言うと思うんですよ。なぜかって言ったら、自分のことを理解しようとしてくれてるからなんです。要は理解力がある人っていうのは愛を感じるようになってるんです。人間ってどうですか、毎日の生活を振り返ってみて、愛を感じる人ってものすごく需要力を感じません？それって愛するってどういうことかって言ったら、理解することなんですね。だけど人って相手のことはさておき、自分を理解してほしいって思っちゃうんですよ。要は自分のことを理解してくれてないから不都合に感じるんです、相手のことを。この世の中みんなそうなんですよ。外に意識がいってしまってるから、目、耳、この体のもうとにかくこの五感が全部外の情報を取り入れようとしているので、私たちってどうしても外のことばっかりが目にいっちゃうんですね。なので不都合なことがたくさん分かっちゃうんです。逆を言ってしまうと、要はみんな求め合っちゃうんです。求め合ってる。でもこの求め合っていうものが結局発端となって、今のこのような世界状況になってるはずなんです。中国がアメリカが、で今だったら、ね、北朝鮮、韓国が、日本がっていうこの状況って、結局みんな自己正当化なんですよ。分かってほしい、理解してほしいなんです。例えば皆様が誰かとコミュニケーションを円滑にしたいって言ったら、とにかくこの自分自身が、あ、もうこの人と自分にとって不都合だなって思った時こそ、この要はピンチ難が来てるっていうことですよね。その時にどれだけ相手の立場事情に立ってあげて理解してあげられるように努力するかってことが、ご自身のこの心を要は広くしてキャパを広げて、この死んだ時にまあね、愛してほしい愛してほしい愛してほしい理解してほしいって思って
皆様が死んでいくのと、この人のことを一生懸命理解したい理解したい理解したいと思って自分自身がその瞬間に死ぬのと、どっちの方が天国に行く、まあ、価値があるというかって言ったら、やっぱり後者だと思うんですね。何を言いたいかって、私たちこの人間生活いつ死ぬかがわからないです。なのでいつ死んでもいいように、私たちのこの残る心魂を常に自分自身の意識、自由なので意識は意識して、とにかくこの体にばかり私たちは無条件で意識がいく、まずそこに気づくことなんです。この無意識をとにかく意識していくことがとにかく大切なんです。だっていつ死ぬかがわからないから。そしてこのいつか死んだ時に亡くなる体ではなくて、残る心にどれだけ毎日意識を向けて、自分にとって不都合なことも自分にとって都合がいいように持っていくためには、ピンチはピンチじゃなくてチャンス。何のチャンスかって言ったら、自分が心の度量を、心のキャパを広げるチャンスと捉えることができれば、結局ありがとうになるんですね。